ですね。で、おいってなっちゃって、おをやめて、よにすると。はい、こんな形でスクリブルで使えますよね。あ、ここポイントだなんていう時は、Apple Pencilを持ったまま、左下から上にスライドすると、スクショが取れる。で、ここでペンでもう、マーキングがこういう風にできますし。こんにちは、戸田悟です。今回は、Apple Pencilの機能を、まあ、入門から全て使いこなしまで紹介します。はい、以前ですね、Apple Pencil入門の動画をアップしました。大変ね、たくさん見ていただいたんですけれども、だいぶ機能が変わってきましたので、最新版ということでお届けいたします。今回は Apple Pencil 第2世代の使い方の全てをお届けします。以前も Apple Pencil についての動画をアップしてますが、機能が相当変わってきたので、僕のおすすめの機能を中心に、まあ、ほぼ全ての機能を紹介していきたいと思います。で、今回はですね、この第2世代の Apple Pencil と iPad の組み合わせで紹介します。第1世代も使える機能かなり一緒の部分もありますので、まあ参考にしていただければと思います。はい。で、まず、この Apple Pencil のペアリングですけど、これも超基本ですけど、買ってきたらもうここのね、磁石にペットくっつけてください。そうするとこうやって出てきて、充電とペアリングができます。ペアリングっていうのは Bluetooth の接続ですね。はい。では、普段からこの電池残量を見るのにはどうしたらいいのっていうと、画面を左からね、スライドするとここにバッテリーが出てきます。ここでペンの電池の、ね、残量が分かります。はい、この、ね、ウィジェットで分かりますけれども、いつも表示しておきたいよって方はですね、画面をちょっと長押ししていただくと、ホーム画面の編集ですね、ここからこのプラスを押します。で、このウィジェットの中からバッテリーを選ぶとですね、こういくつか種類があるんですけれども、好きな形、こういうね、Apple Pencil の何パーセントっていうのもありますし、こういったのもあります。まあ、これを追加してみましょうか。はい、ここで追加できました。これでいつでも Apple Pencil の残量がね、バッテリー残量が分かります。くっつけると、ここにね、ペアリングされて、充電中のボタン、マークが出ます。で、外せば充電中のマーク消えます。これで、Apple Pencil の電池残量が、いつでも分かるようになります。はい。では、続いてですね、基本的なペンの使い方を。はい。で、今ですね、メモの白い画面が表示されました。はい。これで、基本的にも書けます。で、ここにですね、Apple Pencil のマークがあるので、これをタップすると、下からこういった、ペンのトレイみたいなものが出てきますから、ここで、例えばペンをね、タップすると、そのペンが選べます。いろいろなペンね。今ね、このペン選んでますけど、で、色を変えます。こんな形で色も変えられます。で、指でタップするのがいいと思うんですが、そうするとね、太さが変えられて、さらに、透明度も変えられます。ですから、透明度変えると、例えばね、今、グリーンですけど、これ黄色にして透明度を薄くすると、こう重なった時に下の色がね、透けて見えます。で、この透明度を一番濃くすると、下の色透けて見えないですよね。上から重なります。はい。こんな使い方もできます。はい。で、さらに、このね、マークのところに、このしましまがついてるペンがあるんですよ。これ範囲指定です。こうやると、範囲を指定して動かせます。便利ですね。はい。絵を描いたり、図を描くときに便利です。はい。で、線を消すときには、このね、消しゴムをタップしてこう消せばいいわけです。他の方法もあるんですが、それは後で紹介しますけど、一気に消したいときはペンを寝かすると、太い幅を消せます。こういうふうにね。はい。で、続いてですね、Apple Pencil のちょっと設定を紹介したいんですが、このトレイの右のですね、この3つの点々、これをタップすると、ペンシル設定っていうのがあります。これ、設定メニューからもいけます。例えばこれね、設定で、これ Apple Pencil、これでもいけます。一般の下の方ですね。でも、このメモから、はい、右の点々をタップして、これ設定。これでも同じメニューが開きます。ここで、今ですね、使用中のツールと消しゴムの切り替えにしてるじゃないですか。で、これでどうなるかっていうと、はい。例えば、赤いペンで書いてるときに、これをね、タップしてあげると、消しゴムに変わるんですよ。こういうふうに。で、もう一回タップすると、はい。ダブルタップですね。もう一回ダブルタップすると、ペンに戻ります。で、ダブルタップすると、消しゴムに戻ります。こんな形で切り替えられるんですが、この機能をですね、自分でカスタマイズできます。で、例えば、カラータブ、パレットを表示とか、インクの属性を表示。このインクの属性を表示してみましょうか。で、今はですね、例えばこうやって書きますよね。で、ダブルタップすると、はい、これさっきの太くするメニューが出てきますよね。こういう切り替えもできます。はい。で、これですね、Apple Pencil を使用するときにエフェクト表示をオンにします。これが最新の iPad の Pro でしか使えない機能なんですけれども、いわゆるホバーと呼ばれている機能で、ペン先のですね、プレビューが表示、どんな色で書けるかが表示されるんですよ。で、例えば、今ね、これね、黄色で、はい、黒を黄色に変えます。すると、当然黄色の点が出て黄色に塗れますよね。で、この黄色の上に、例えばグリーンで線を引いた場合に、ここだとグリーンなんですが、こっち来るとどう変わるかっていうのがこうわかるわけですよね。色の濃さとかが違ってきて、プレビューできる。
だから実際にアップルペンシルを下につけなくても線の太さも分かるわけですよ。こうやって細、あ、こんなもんかな、あ、こんな小さいな、細いなっていうのがつけなくても分かるっていう、これホバーはですね便利な機能なので、まあ、ぜひね使ってみてください。対応してるデバイスの方のみですね。はい、はい、続いてですね、ちょっと直線の引き方紹介します。これをねタップすると定規出てくるんですよ。でこの定規をこう動かしたり回してあげることができます。でこの定規に沿うようにして線を引くと、こういうふうにね直線が引けるんですよ。こういう平行線も引けますし、例えばねペン先を太くしてこういう線も引けます。で色を変えてこんな線を引くみたいな直線をね書くこともできます。これ非常に便利ですよね。で定規はもう一回タップすると消えます。でさらにここにねこういう図形もあるので、例えばこれ図形なんかは指でこのね直線とセットで使うといいと思います。この図形は Apple Pencil 直接的には関係ないんですが、 Apple Pencil でもこうやって操作もできるので、まあね便利にこのように使っていただけるといいかなと思います。でこの辺で枠のカラーのね、色とかも設定いろいろできます。はい、でまだまだ便利な機能たくさんあるんですね。でこれまず設定をまた開きましょう。するとこの下の方にですね、左下隅スワイプスクリーンショット、右下隅スワイプクイックメモってあるんですね。でこれがスクリーンショットとクイックメモを切り替えられますが、標準のままで僕はいいと思ってます。まず何かやってる時に右下からスワイプしてくると、こういう風にねクイックメモが出てくるんですよ。で新しいメモを開いて、ここに例えば思いついたことを Apple Pencil でこう書いてあげるということができます。例えばねこんな色で、今日は忙しかったみたいなことがね書くことができます。でこのクイックメモはどこにあるかっていうと、このメモ帳の中にある、はい、新規メモの中にこう入ってます。ちょっと字が汚くて申し訳ないんですけどね、こういうふうに新規メモのところに入っているので、はい、急遽メモを取りたい、あと画面の一部で使いたいという時は右下からメモを出してきて好きな位置でこうやって使えるので便利だと思います。で今度左下、これねアップルペンシルで左下から右上に向かってスワイプするとスクショが取れるんですよ。こういうふうに、知ってた？知らなかったです。これがね非常に便利で、はい、でどういう時に便利かっていうと、これちょっと僕の会社のね今ウェブページを見てるんですけど、これウェブページを見ていて、あここポイントだなんていう時はアップルペンシルを持ったまま左下から上にスライドするとスクショが取れる。でここでペンでもうマーキングがこういうふうにできますし、あと書き込みもね、例えば赤でもうちょっと太くしようかなみたいな、ポイントみたいなことも書けます。非常に便利です。でこのまま完了してあげれば、これをね写真に保存してあげれば、はい、この写真ホルダーにねさっき撮ったメモが入るということで、 Apple Pencil 1本で画面、要するにブラウザーを見てる時にも Apple Pencil を手に持ちながら見ればさっとスワイプしてスクショ撮って書き込んでそのまま画像に保存みたいにできるわけですよ。これは便利ですよね。ぜひ使ってみてください。はい、で僕のおすすめの機能の一つがスクリブルなんですね。でこれも Apple Pencil のメニューを出します。はい、設定を出してここでスクリブルっていうのがありますから、これオンにしてください。オンになってないと使えないのでね。はい、でオンにしたら Apple Pencil の左側に A のマークがあります。これをタップしてこれで字を書きます。例えば戸田悟、こう書きました。ともここにね戸田悟って書けるんですよ。非常に便利、文字認識とか何も考えずにこうやって書けちゃう。でこの時は下のメニューがこう変わってるの分かります？変わって例えば開業とかここでできるんですよ。 手とかね Apple Pencil で開業できます。で例えば表を、入れることも、はい、表を入れることもできます。ここに表が入ってるの分かりますか？でここで東京、字汚いですけどちゃんと入りますよね。124みたいな、はい、数値入りますよね。はい、でスクリブルで例えばあいうえおと書きますよね。だあいうえよになっちゃった。よはやだって消せばいいんです。でおを書けばおになります。わかります？で全部いらないときは全部消しちゃえばいい。で今日は良い天気ですね。でおいってなっちゃって、おをやめてよにすると、はい、こんな形でスクリブル的使えますよね。慣れると非常に便利なので、これはねぜひ、Apple Pencil 持ってる方は使ってみていただければと思います。以上 Apple Pencil の使い方を紹介しました。持ってる方はですねぜひ
機能を余すことなく使い倒してほしいと思います。非常に便利ですしね。入門の方もこの動画を見ていただき、一通り試した上で自分に合った機能を見つけてください。以上、Apple Pencil の機能をお届けしました。チャンネル登録、グッドボタン、よろしくお願いします。またですね、メンバーシップもスタートしておりますので、応援を待ちしております。このメンバーシップでは、戸田サトルファンクラブというのがあるんですが、こちらに無料で招待します。で、この戸田サトルファンクラブでは、毎月ですね、いろいろな製品をプレゼント、もちろんね、無料ですけれども、プレゼントしておりますので、ぜひぜひ応募を待ちしております。またですね、セカンドチャンネル、戸田サトルビズ、それからですね、クロームブック入門チャンネルもスタートしておりますので、ぜひご覧ください。